山田敏夫さん、ようこそカンブリア宮殿へ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうぞお座りください。失礼します。下手、いつまでも下手ならずというのを座右の銘としています。もともと小学校の頃からどんくさくって不器用で人一倍努力しなきゃいけない性格だったんですが、それでもやっぱり最後まで下手ではないと、必ず上手は最初から上手なわけではなくって、いつかは上手になれる、コツコツだと思うんですが、上手っていう状況ですかね、そこには必ずいけると思うんで、これを愚直に続けていきたいなと。